11月1日の子どもの状態です。ただいまお昼前の、状態なんですけども、もう少しでねお昼ご飯をまんまんな、そう、お昼になるとまんまんまんって言ってご飯をせがみます。まんまんまんそしてこうやって冷蔵庫の前に、ね、移動します、まんまんまん食べたいね、まんまんまんすごいご飯のおねだりがね始まるんですよ。30分ぐらい前から、サンクンスね、まんまんまんね、それは空気清浄機だよ、そうくん。まん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 このようにしてさあご飯がね早く欲しいというふうにママにねだるわけです。さあ今日美味しいご飯が食べれるといいね、そうくん。これが食事の前の最近の癖ですね。そうくん、それは空気清浄機だよ。そうくん、空気清浄機だよ、それは。はい。ということで念願のまんまんまんにありつけました。よかったね、お食事できてね。うま、満足のようですま満足したということで今日はこれまでにしましょう。